ちょっとミエさん、ねえいるでしょ、開けて。お母さん、はいはいはい。ある日、二世帯同居している義母がすごい剣幕でうちにやってきました。何？知ってる？小杖さん、妊娠してたんだって。何？それももう臨月だって。もともとお姉さん家族は私たち夫婦や義実家とは疎遠でした。あなたたちにもなんか連絡なかったの？ないですないです。まあお母さんも気の強い人だから避けたくなるのもわからなくはないけど、でもだからって臨月まで妊娠を報告しないのは何か事情があったんですかね。何よそれ、やっぱり何か知ってるの？いえいえわかりませんけど。やっぱり臨月まで黙ってるなんておかしい。何を考えてるんだか。たかしのところへ聞きに行かなきゃ。あつし、車出して。は？今？やだよ、明日も仕事なんだぞ。じゃあミエさんは？え？せめて明日にしましょう。もう遅すぎますよ。ね？わかったわよ。絶対ね。明日行くから。まるで嵐ね。そして翌朝。朝になったわ。行くわよミエさん。ま、待ってください。そんないきなり言っても。まず連絡してみましょうよ。どうしてよ、あっちは何一つ知らせてこないのに。必要ないでしょそんなの。そういう問題じゃないでしょ。でもせっかく行って家になくても困りますよ。じゃあ電話してみて。ひとまずメールしてみますね。ご無沙汰しています、みえです。第二子出産予定だとお母さんから聞きました。体調いかがですか？返事があってから行くかどうか決めましょう。いっそ返事がなければいいんだけど。ありがとうございます。感染症対策が大変ですが頑張ります。あ、そっか、感染症。お母さん、やっぱり行くのはやめましょう。今の状況だと迷惑ですよ。ダメよ、絶対行くわ。義母はもう我慢ならないようでお姉さんを責め始めました。ちょっと小杖さん、臨月ってどういうこと？行ってくれないなんてあんまりじゃないの。今から行くからね。どういうことか話を聞かせてちょうだい。ちょっとお母さん、ダメですって。今は本当にやめましょう。あの、確かにお伝えしなかったことはすみませんでした。だけど黙ってると決めたのは私じゃないですよ。だから責められてもお門違いなんですけど。え？ねえ、そろそろ安定期だよ。いい加減お母さんたちにも知らせた方がよくない？いやまだいいよ。感染症のこともあるし、特に母さんには後でいいよ。でも一人目の時のこと忘れたわけじゃないだろう。俺がちゃんと言うよ、心配しなくて大丈夫だから。まああなたのご両親のことだしね。わかったわ。そういうことなので。お母さん、夜まで待って、たかしさんに電話しましょう。そうね。たかし、どうして黙っていたの？ちゃんと話がしたいから明日行くからね。いいわね？いや、勘弁してくれよ。生まれたら知らせるからさ。感染症とか大変なの分かってるだろ？分かってるわよ。でも私は大丈夫だからいいのよ。私はワクチン打ってるからね。心配ないのよ。すると、お兄さんは厳しい口調で言いました。そういうところだよ。母さんのダメなところ。自分は大丈夫？小杖やリコのことは？全然考えてくれてないよな。リコが生まれた時もそうだったよ。よかれと思ってるんだろうけど、何度も突然押しかけてきて、小杖、全然休めなくて体調崩しかけてたんだぞ。そんな産後過ごさせるの、もう嫌なんだよ。今の状況を客観的に見てみろよ。同居の嫁に往復4時間運転させて、私は感染症なんて平気だからと、妊婦と幼い孫のいる家に文句言いに乗り込むって騒いでるんだぜ。今回だってどんだけ周りを振り回してるか、ちょっと冷静になった方がいいと思う。小杖にも、三重さんにも、あまり迷惑かけるなよ。義理の兄の強めの反論に、義母はぐうの音も出ない様子です。その後、赤ちゃんは無事に生まれ、義母は早く会いに行きたくてうずうずしている様子。しかし、今回のことで懲りたのか、たかしさん夫妻から、会いに来てと言われるまではおとなしくしようと考えているみたいです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。